はいえー、まあ現在、沖縄県の米軍基地周辺で展開されている様々な反対運動なんですけれども、まあ、3月9日、参議院の内閣委員会で、私の隣にいる和田政宗委員がですね、質問に立ちまして、警察庁の松本警備局長が答弁をされたという記事がございます。えー、反対運動を行っている、この松本局 区長のですね、答弁は反対運動を行っているものの一部には、極左暴力集団も確認されているということで、えー、ございます。さらに、えー、松本氏はさらに、えー、平成二十七年以降のお検挙状況も説明し、米軍北部訓練場や、あ名護市辺野古のお米軍キャンプ手話部周辺での抗議活動参加者による威力妨害、 威力業務妨害事件が三十二件あり、四十一人を逮捕したということが明らかになりました。まあ、このオール沖縄と称している、この反基地運動ですけれども、まあ、その主導している実態はですね、えー、今、この警察庁の松本局長が答弁されたように、私もそれを知ってますけれども、まあ、極左暴力集団、まあ、殺人やテロを行ってきたですね、核丸派などが中心となって、え、これを主導しているわけですね。 もうオールオ縄ナーでも何でもないんですよ。ですから、まあ、こういったものをですね、まあ、こう答弁されたというのは大きいと思うんですが、今日はですね、この逮捕者が四41人とこうございましたけれども、この中に、外国人が含まれているのかどうか、このことについてお尋ねをしたいと思います。白川警察庁官房、官房審議官 お答え申し上げます。えー、キャンプシュワブおよび、えー、米軍北部訓練場周辺の抗議行動をめぐり、平成27年以降、沖縄県警察が逮捕した41人のうち、外国籍の者が4名、えー、含まれているものと承知しております山田博史君ま君、あ。4名の外国人、えー、の方が逮捕されたということでございます。えー、まあ,あ、逮捕されるということはですね、 公務執行妨害とか、威力四妨害とか、まあ、そういったあ罪だと私は想像してるんですけれども、その逮捕された外国人の方の国籍はどうなってるのか、えー、お聞きをしておきたい,い白川官房審議官。お答えいたします、えー、逮捕した4人の国籍については、いずれも大韓民国であると承知しております山田寛君。そうなんですよ それで、えー、まあ,あ、私もですね、えー、記事を持ってるんですけれども、沖縄タイムスの記事で、えー、9月、きょえー、2015年ですから、2年前ですが、えー、その記事で、えー、名護署は9月22日、沖縄県名護市辺野古の米軍キャンプシュワブ工事 ゲート前で警備中の警察官に暴行を加え公務を妨げたとして職業不詳の韓国人男性29歳を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕した、まあ、この方の名前は後に、えー、沖縄タイムスでも釈放されたときに発表しておりますのでキム・ドゥォンという、えー、韓国の、まあ、あ人ですね 罰金刑を受けて、10月に出てきまいりました、まあ。こういったケースがですね、時々見受けられるなと、こういうふうに思っております。今のこのキム・ドーンという、まあ、韓国人の男性も、今の4人の中に入っているんでしょうか白川官、えー、あの。 具体的なはちょっとお名前を出していただいているということで、ご答え出しにくいところでございますが、その4人の中の1人でございます。山田博士君。そうなんですよ。そこでですね、今、委員の皆様にお配りをした写真、これは去年の7月に友人が撮ってきたものでございますけれども、このようにですね、これはあ高江です。また、辺野古。両方で撮ってきているものですが、まずこのブルーのやつですね。 えー、ハングルで書いてある、日本なのに、誰が読めるんですかね、こんなの、わかりませんけれども、おーオール沖縄なのに、えー、ハングルで書いてあるということで、2016年、えー、これ、私もかん、えー、ハングルがわかる人に聞いたんですけれども、沖縄平和機構というような文字のようです、まあ、要するに、韓国の方々が、えー、とにかく沖縄に来て、ですね平和運動、彼らでいう平和運動。 まあ我々から言うと、米軍基地を撤去させる運動をですね、外国人も来てやっているということであります。さらにですね、その後のこの辺野古の方ですけれども、ここの文字もですね、青い文字は沖縄の平和がカジョン村の平和。カジョン村、最終島チェジュ島のですね、中にある軍,軍,軍事基地があるんですけれども、まあ、これね、の反対運動と沖縄のこの基地反対運動をこう一緒になっているわけですね。 え、ま、国際的な反、あ、米軍基地運動というものを展開していると推測されます。赤い字はですね、軍事基地のない東アジアの平和のために連帯しますと。まあ、こういうふうにハングルで書いてあるわけです。まあ、非常に異様ですよね。えー、やはり、ま、この、こういった平和、まあ、彼らという平和運動、我々言と反基地運動をですね、え、この、こういった外国人などの外国人も え、主導しているということはあ、いろんなところで聞いております。えー、在日コリアンのですね、フリージャーナリストである、えー、乗り越えネットというですね、まあ、ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワークというのがありまして、そこの共同代表を務めているシン・スゴ氏もですね、その乗り越えネットでの講演でこのように述べております。これはちゃんと残っております。 えー、朝鮮人たちがよく現場に行っているとか、あそこは朝鮮人が仕切っているとか、あそこはというのは沖縄での反基地運動です、が仕切っているとか書いてありますよね、それはそうだわって、えー、言ってますよ、おそらく、日本のね、えー、1億何千万分の比率に対して、60万人の朝鮮人の比率から言ったらですね、在費の数は多分多分ですね、比率としては高いと思うと。 まあ、このように講演されております、まああ。このようにですね、この沖縄の反基地運動はですね、えーまあ、あ過激派だけではなく、えー、人的にも資金的にもお支援する外国人勢力、また外国人の活動の存在を、公安調査庁はあ確認をしておりますか。公安調査庁、杉山次長。 公安調査庁におきましては、破防法等に基づき、破壊的団体の規制に関し必要な調査を実施しております。この調査には、調査対象団体自体の組織及び活動状況に関する、 調査に加えまして、これら団体の活動に影響を与える可能性のある内外の諸動向に関する調査も含まれております。でこのような意味で、沖縄の反基地運動についても関心を持っている、見ているところでございますが、あの調査の具体的内容について明らかにすることは、今後のお業務遂行にしようきた恐れがあるので、答弁を差し控えさせていただきます。山田博史君。 まあ、公安調査庁が出している内外情勢、えー、の解雇と展望、平成二十九年一月版、最新版ですが、えー、ここにも、国内情勢のところで、えー、沖縄県内各地で米軍施設の移設阻止や海兵隊撤退などを訴える運動展開ということで、えー、まあ、ここには共産党や過激派は、 反対派市民団体や県内外の支援者らとともに、辺野古や北部訓練場の周辺で抗議活動に取り組んだ。特に角丸派などの過激派や一部の反対派は、行動に座り込むなどして、移設工事関連車両の通行を繰り返し妨害し、逮捕者を出すなどしたと。まあ、過激派には書いてある。過激派に、過激派にはついて書いてあるんですね。だから先ほど警察庁もご答弁されましたけど、余命、えー、韓国籍の方が逮捕されていると。 いうようなこともありながらですね、やはり私はですね、この運動というものが、外国人、また外国勢力によってですね、指導されている恐れもあるということでありまして、ぜひそういうこともですね、踏まえて調査を進められていくべきだというふうに考えております。 ま、先ほどご紹介申し上げました、新過ごしはですね、この慰安婦、今問題になっている慰安婦像設置に関わるですね、いわゆる低体協、韓国低身体問題対策協議会が推進している戦争と女性の人権博物館、日本建設委員会の呼びかけ人の一人でもありまして、この低体協、ま、韓国中に、また世界にもですね、慰安婦像なるものを建てまくっている団体ですよ。 え、これが主導しているわけですね。で、この停滞協は新北団体、北朝鮮系の団体、反米団体、反日団体と、こういうふうに指定をされて考えられて、言われておりますが、まあ、この停滞協との関係も取り沙汰されていると。 いうことを考えますと、まさに我が国の安全保障の根幹に関わるようなですね、えー、米軍基地の問題に対して、まあ、背景に低体調があるかどうかはわかりませんが、しかしあり得るな、こう思っておりまして、まあ、日本から米軍基地を追い出すという、まあ、これはですね、一つの、やはり、えー、まあ、あ日本、反日的なですね、えまた、反え米軍基地を、東アジアからですね、米軍基地を追い出すというような、あ 出資でですね、国際的な連帯が進んでいるんではないかということを思わせます。えー、そこで、えー、もう最後の質問になりますけれども、えー、この外国人によるですね、また外国勢力による、えー、この米軍基地の沖縄での撤去運動、えー、このことについて、えー、公安調査庁としてですね、えー、しっかり調査をした上で、やはりその、えー、背景も含めて、えー、国民にですね、その実態を こういった解雇と展望等で,です、ね、公表すべきというふうに考えております、えー、このことについて、最後に公安調査庁からご答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと思います杉山公安調査庁次長。公安調査庁といたしましては、破壊的団体の調査、破壊的団体の活動に影響を与えうる可能性のある内外の主導校に関する調査をしっかりした上で、 えー、例えば解雇と展望等において、広報するなども含めて、しっかりと職責を果たしていきたいと思います。